挨拶としては少し失礼だよね。ここは一つ教えてやろう、紅龍の礼節を。妻子がここにいるのは確かですが、返事は聞こえませんね。その昔、残像の潮が湧き、上昇山周辺も危機に追いやられた。残像から逃げるため赤ん坊を連れ防屋に隠れる母親がいた。しかし残像が追いつき、身を挺して子を守った母親は命を落とす。そして子も大きな泣き声を上げ、後を追うように息を引き取った。だが奇妙なことに、この石は共鳴を乗せ、はるか遠くの妻主へと届く。妻主はその声を頼りに赴き、神力を振るい邪を払った。しかしすでに遅かった。その夜、上昇山に流銀が轟き、山頂が黒雲に覆われた。そこには雷電を携え、死した子を連れ帰る妻主の姿。瞬く間に霧が晴れ、流星が天より落ちた。妻主は上昇山にある時間の流れの力を借り、7日7晩を経てこうよみがえらせた。その後、そのよみがえった子こそが妻子の共鳴者であり、いずれ今州霊院となるものと言われた。死は一度死んだ身。あなたに救われたから、今州の今をこの目で見届けてきました。だからその思いはあなただけのものではない。今州は世の生まれ育った故郷。それが危機に瀕した時、世にできるのはこの命に変えても大事な全てを守り抜くこと。命を無意にする、その決断の重みを理解しているのか。あなたの考えはごもっともです。それでも世があなたの予言にのっとり、自ら戦いを挑んで二次共鳴を、時間の流れを正す大役を果たそうとしたら、あなたは答えてくれますか。我の秘宝を引き継ぐ、その自信はどこにある。汝は我の共鳴者ではあるが、我の力には遠く及ばない。戦いとなれば無事で済む可能性など微塵もないだろう。いいえ、可能性ならあります。魂が消えようと、永劫の真紅にとらわれようと、たやすく死ぬつもりはありません。能力の引き継ぎは一瞬で行われる。ならば世の息がある限り、あなたの予言にない未来をつかみ取り、あなたと今州を守ることができるはずです。この世であなたと剣を交える役は、あなたの共鳴者以外に務まりません。ようこそが、あなたが今州という番に打った最後の一手です。我と戦い、凡夫のその身を捧げようというのか。覚悟はできています。いいだろう、婚礼婚事、上昇さんの頂へと向かえ。その力を持って勝利をつかみ取ってみせよ。御社よ、こたびはいかなる選択をなすのか。潮の行き先は分からずとも、この一戦どうか見届けてくれ。祭りごとをなすのは徳を重んじるもの。覚えましたか。はい、祭りごとも他と同じです。民のためになるものこそ徳となります。霊院の任につく者には名が与えられる。これからは本師と名乗るがいい。この世は汝の目にどう映る。暗くて明るい、この場所と同じです。でも目に入る全てが黒くても、ろうそくは光を放っている。火を灯すはたやすいことではない。はい、だからこそこの暗闇の中で一層明るく見えるのだと思います。これでいいか。本州の味が濃くなったら私のところに来な。そうですか。全部可愛いですよね。我が御社よ。その権限を持って時の秘宝を今子に渡すことを許可してほしい。交流のためだ。俺は身を捧げるか。残りのもあげちゃうからね。その選択、確かに心得た。輝かしい未来であるべきです。汝が婚礼院にふさわしい器であること確かに見させてもらった。約束通り今週の未来を汝に民に返そう。前回の続きから。上昇山の頂から放たれた光は雲を吹き飛ばし雪を溶かした。そこで天日に照らされるは仙女のごとく佇む白き少女。指を振れば山も町もみるみるうちに様変わりする。その少女こそ死してまたよみがえった今州の霊院様。天に春雷が鳴り日差しが惜しみなく地に注ぐ。まさに父に陥れて後行く。この一難なくして生まれ変わることなどなかっただろう。ええ、大丈夫よ。私たちの狙いは別にある。欲しい答えはもう見つけた。二次共鳴は祭主の力と対抗できる。しかも人工共鳴は不可能じゃない。それに例の漂白者、はあ、美しい音符たち、うったりしてしまうわ。そう思う。そろそろ時間よ。行きましょう。牢屋にいる誰かさんのためにもね。